構大きかったですよ。思ったのに。お店で見たときはでかくて変な遊びできちゃった。みんなでご飯食べれるの、サイズが食べると良くない。同じだと思った、言ってたよ私、同じだったら多分横並びにしたらちょうどいいよとか言ってたよね。初設置ですか。これ初設置です。あんまり出ないんですよね。あ、そうなんですね。はい、冷蔵庫付き机と言っていいのか机付き冷蔵庫と言っていいのかちょっと分かんないんだけど、スマートテーブルルーザーっていう、今スマート家電流行ってたりするじゃん。スマート家電ね、ちょっと YouTube とかで見たことはあったんですけど、家具屋さんでソファーを見に行った時にあった。ゲームした時になんか机欲しい、私のゲームのゲームしたいために机を、ママ友達でもいい、マハちゃんいいよ。何ねえ聞いて、みんなこう机を買って買ったんだけど、そこはね開けない、ここ冷蔵庫だから開けない。でここはガラスだから割れちゃうから、おもちゃとかガンガンダメ。これで囲んで飯食ってる人たちいないと思う。そうだね。まず冷蔵庫が冷蔵コーナーが2つ、冷蔵ね。で、これで充電ができます。取ってきちゃった。これタブレット。びっくりした。ブルートゥースって言ってた。ブルートゥースって言ってた。で、接続ができるらしいのね。なんで？なんで？クマノブ。クマノブって言ってない。で、これで音楽が聴けるってこと？ちょっとじゃあ、ノコメ TV でも流してみようか。いけんのかな？ほんと？なんかスピーカーのあれになるっていう。はい。これの音が今このテーブルから流れてる。はい、テーブルから流れてる。それ。はい。どうしたの？パワー。あ、これでオフ。ん？え、ここがね、ちょっと押してみて。親指で。白くなるまでのパワーはいらないね。うん、絶対よ。ここにあるとさ、ちょっと水色に見える。あ、これライト、どこだライト。あ、そこか。あ、そこだ。なんかね、虹色に光るらしいの。光るんだよ。多分これ音楽と共にってやつ。変わってる。もう、あ、そういうこと。ずっと友達ね。今のみたいによく変わってる。なかなかね、見かけない。でも最近テンション持ってると後ろからそれいるかな、この機能。いらないな。そんな怖い。すごくちゃんと説明するよ。しばらくもソファなかったんだけど、もう膝が痛くて下に床に座れなくてね。やっぱソファーは買えないの。ソファーを見に行ったじゃん、みんなで。で、ソファー必要だねって話をしてて、ソファー見に行ったのね。
電気屋さんに。そしたらこの子がいました。この子ルーザーちゃんって、テーブルも自処分しちゃったから大きいテーブルね。あ、なんか一回り大きいやつの方がなんかみんなでご飯食べるのにいいのかもねなんて言って、ちょっとテーブルも見ながらね探してたんですけど、これは伸ばせるけどなんか全員来ちゃったらちょっと狭いじゃん。だからなんか2つ並べてこうなんかコの字とかでこっちから撮影できる方がいいよねってひすいと相談してたのね。そしたらこれを見つけて、何これって家電好きのオイラとしてはちょっと目がキラキラしちゃうわけですよ。何これってなって、冷蔵庫ついてる。晩酌動画とか撮るとき立たなくていいってこと？ここにビールとか入れとけば、飲み物入れとけばってなっちゃったもん。でソファーが来て、私はここでゲームをするでしょ。ゲームするときにこっから音が流れてみ、キリュウさんのハーとかいう声がここへ流れてみ、あんた、はい、そりゃちょっと心躍るじゃないの。ママ踊るんじゃん、ね、踊るでしょ。いや、マジでちょっとちょっとね問題が起きました。そうだねそうだね、本当にそう思う。びっくりした今大家族の母としてはミスチョイスだったかもしれない。ただ、みなこ自身としてはすごくワクワクする代物って感じ。これさ、ソファー、うん、高さ合うといいっすね。ほんとだね。なんで俺これ買うときに俺はいなかったんだろう。うん、ドロップキックしてまでも止めてたかもしれない。高さとかちゃんと一回見られよっていう。ね、コウちゃんにも話をしたいらないやろ、みなこ家にはって言われたこれ必要なお家もすごくいっぱいあると思うんだけど、うちのこの、リビングの大きさと人の多さと、年齢層でちょっとなんかもしかしたらいらなかったかもしれない。でも分かんない、良さを見出せるかもしれない。ここから一緒に暮らしていって、今日はソファーとテーブルが届く日みたいな感じで、陽生君には早朝から来てもらいましたけど、早朝の早朝に来て大正解だったね。ちょっと思ったより早かった、うん、うん、びっくりしちゃった。楽しみ、ソファ。うん、まだ見てないからいい。何色かね。何色かと思ってる。来た、怖い。これクレーンってどうやって入れんの？まだ外すんですか？わかんない。ソファーがどんだけ細かくなるのか。これすげえでっかいソファー、きすぎる可能性あるでしょ。現地で見たソファーとこっち違うからね。現地で、わすごいいいねこれ、大きくてと思っちゃった。でも測ってた、ちゃんとこのくらいかなって感じ。多分もうちょっとでくるから、うん、うん、結構大きいな、うん、一列タイプっていう、うん、足伸ばせるやつ、うん、そう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 、うん、ここにこう、こういう感じで、はい、はい、これさ、もうモノゼロ計画構成。だから買い物するって一緒に来てね。うん、大ごとやね。階段が通らなくてね、私にとってはさ、あの大きい金額が、ここまで大きい金額が買い物するのはなかったわけですよ。10万円以上のもの買うとドキドキしちゃうんでしょ。そう、変な汗が先から止まらないの。冷蔵庫とか車とか、車もドキドキしちゃう。なんかそういうものはなんか必要がないじゃん、自分のなんかその趣味が、ね、なんかなるとちょっとなんか罪悪感が
変な汗がだってブランド物のバッグとか買えないじゃないですか。私多分1個も持ってないもんだって買えないかもしれない、うん。それでショッキングピンクとかのソファに行ったら殴り倒しますかね。じゃあ危なかった。自分一人で何かを頑張ったみたいな経験がそんなないからダメだね。ちょっとこの衝動の部門で私は新たな自分を発見したわ、うん、やっちゃうの。でもこれで家族と過ごしやすい空間になったらいいね。もう画角上邪魔だっていうことにも気づかない。今ギリギリかなって思ってる。 YouTube もやめたもん。3割閉めてる。3割も閉めてる。寝かしてくれる？いいよ。いい。ちょっとこれマジでもうこれ翡翠離れないんじゃないの。翡翠翡翠翡翠ここで寝る。いい寝る。ここで寝る。ソファー来たのにここでよかったんだから見て。すぐ寝た。嬉しい。私人生初めてこんな大きなソファ。あらも喜んでる。膝ができたのはでかいっすね。ね、うん。膝的にいいし、だって机とあのソファーもぴったり高さが。でも寝っ転がってみたいな。嬉しい。邪魔なものが多すぎる。ちょっとね、リビングを整えなければ。ちょっと朝バタバタだったっていうのはあるけど。うん、整えましょう。この辺もね、ちょっと嫌だね。ちょっとね、スマート家電って言ってんのにって感じ。全然スマートじゃない。手垢とかもスマート家電って言っとんねん。うるさ。ここだけ私の憧れてた。リビングが完成した。そうね、あのテレビと一緒でさ、うん、画角外はもう地獄っていうね、うんうん、というわけで、みなこはソファーを買うでした。テーブルもう無視してんの。テーブル無視してない、無視してないけどまだ良さを見出す途中だから。でもマジで買ってよかったソファー。色もぴったりじゃない。ここの色、ここさえ色、この色大好き。ね、いいよね。せっかくだからちょっと可愛がっていきたいなと思います。そうね。流れてたよ。ガラス破壊されたらもう。この子も。まあ、いったん。大丈夫。山田の保険入ってるから。はい。というわけで、みなこ家の日常でした。バイバーイ。バイバーイ。